シャイレーンドラ朝は、8世紀半ばから9世紀前半にかけて、ジャワ島中部に建てられた王朝。シャイレーンドラは、サンスクリット語で、山からの王、山の王家という意味。王家は、サンスクリット語と、北、インド系の文字を使用し、大乗仏教を信奉した。中部ジャワに栄え、ボロブドゥール寺院を造営したことで知られる、シャイレーンドラ朝は、はじめは、 ジャワに、後には、スマトラ島のシュリービジャヤにも君臨して、やがてそれと合法して、シュリービジャヤの名で繁栄を続けた。漢文資料では、7世紀から9世紀まで、断続的に調校している、カリ国がシャイレーンドラであろうとされる。また、シャイレーンドラは、その意味から、インドシナ半島の古代王国、フナンのプノンと、関係があり、 シャイレンドラ・シュリー・ビジャヤ王国は何らかの意味で、普段の後継者に当たるのではないかとする見方がある。この王朝の成立経緯については、従来、シュリー・ビジャヤ王国が8世紀半ば以降に、ジャワ島中部に進出したという説と、ジャワに成立した王家で後に、シュリー・ビジャヤに君臨した王朝であるという説がある。人種的にも、モンゴロイドではないかという説もあれば、 オーストラロイド系のマレー人とする見方もあり、近年では、後者の見解が有力である。このように、シャイレーンドラ朝の起源については、諸説あるが、中部ジャワ北岸のブカロナン周辺で見つかった村ゆごの、碑文は7世紀初めと推定され、そこに、セレーンドラ王とその両親、妻の名前が列挙されており、彼を王朝の子祖とする説が有力である。 マレー半島中部のナコンシータマラートで発見された775年のサンスクリット語の碑文にはビシュヌという名のシャイレーンドラオ家ケのシュリービジャヤオが三事院を混流したと記されていることからこの時期シュリービジャヤ国がシャイレーンドラオ家ケに支配されるようになったということが伺われるただしその経緯については詳細がよくわかっていないボロブドゥル遺跡 シャイレエンドラ王家の石踏みとしてはカラサンヒブン、クルクタヒブンがあり、シャイレエンドラの中部ジャアワでの支配が確立したのは、パナンカランダイ王が山からの王という称号が与えられて、以来とされている。その後、一時はヒンドゥー教を奉ずるコマタラム王国を圧倒した。王家は大乗仏教を保護し、ボロブドゥルジール寺院を増援した。ボロブドゥルジール寺院は、 底部の一辺が120メートル、高さ約42メートルという巨大な石像ストゥーバである。ボロブドゥールは、ダルマトゥンガ王地下の780年頃から建造が開始され、サングラーマグナンジャヤ王地下の792年頃に一応の完成を見たと考えられ、サマラトゥンガ王の時に増築されたものと見られている。ダルマトゥンガ王は、サリジーニア、特に、 プランバナン渓谷の唐山に建てたチャンディスブーを中心とする240の付属寺院からなる複合建築を混流しており、この頃、文学ではサンスクリットの辞典、アマラテラを古代ジャアマゴに翻訳する作業に着手している。ムンドゥット寺院の如来ライザ像、ダルマトゥンガ王の死後、その王子が後を継いだ。これがサングラ・ーマグナンジャヤ王である。王は、 800年頃にチャンディセウを建立している。プランバナン村の北に位置し、一つの大きなチャンディを、中心に340もの小さなチャンディを巡らせたものであるが、大部分が崩れ、現在に至っても修復されていない。ボロブドゥールの東約3キロメートルには、ムンドゥット寺院があり、道内に安置された3体の石像物で知られる。ことに、中央のニョライザ像は、 その美しさで知られる。ボロブドゥールとムンドゥットの両寺院の間にはパオン寺院があり、三寺院は一連の構造物であるとの見方もある。これは825年にサングラーマナンジャヤ王の子、サマラトゥンガ王によって増築内史は混流されたものである。今日、ボロブドゥール寺院とムンドゥット寺院、パオン寺院はボロブドゥール寺院に赤軍として一括して、 世界遺産に登録されている。シャイレーンドラ前世時代にあっては、コマタラム王国のサンジャヤ王の子孫はこれに服属し、シバ信仰を保ちながら、仏教建造物への寄進を行った。両王国の関係は、必ずしも、敵対的ではなく、旧世紀中頃には、サマラトゥンが王の娘と考えられる、シャイレーンドラ王女、プラノダワルダニーイとサンジャヤ朝の王子ラカイピカタンが、 結婚し、プランバナンジーン軍を完成させた。間もなく、シャイレーンドラ王家出身のサマラグラビーラは、勢力争いに敗れて、シュリービジャヤに逃れ、その地の王となったと考えられている。古来稲作の公的地であったジャワーでは、農業を基本とする社会の形成も古く、3世紀までには、法画的な諸権力がいくつも形成されていたものと、見られているが、 ジャワ全体を統一するような権力は9世紀後半まで現れなかった。したがって、シャイレーンドラ朝もまたジャワにあった、諸勢力のうちの一つであった。8世紀後半、シャイレーンドラ朝は、広く東南アジアの海域に進出した。当時のカンボジアやベトナム南部のチャンパ王国の、秘文には、ジャワの水軍が襲来したことが記されている。767年には、 アンナントゴフがコンロントバーグに攻略されているが、なぜこの時期にシャイレーンドラが大発展を遂げ、遠征を繰り返したかについての理由はよくわかっていない。また、カンボジアのクメール人に広まった大乗仏教はシャイレーンドラの影響が大きかったのではないかという見解もある。ジャヤーバルマン2世が9世紀の初めにアンコールサを起こしたとき、 ジャワの総主権からの解放者と称されたことを根拠としている。ジャヤーバルマン2世が新王朝を開くきっかけとなった事件は10世紀のアッパース朝とインド、中国、東南アジアとの交易の実態を記したアラビア語文献、中国とインドの諸情報第2の書にザーバジュのマハーラージュの王国がクマール国を襲撃した事件として記載されている。ザーバジュは シャイレンドラ、マハーラージュは、インド古来の大王の称号マハーラージャ、クマールは、クメール国であり、シャイレンドラが、クメール王を殺害して、しばらくの間クメール国を俗国とした。その後クメール王族の一人、ジャヤーバルマン二世がジャワから帰還し、新王朝を開いたと考えられる。ジャワのシャイレンドラ王家は、832年には、ジャワに並立する別の権力で、 ムラユ号を用いるパラル王朝に服属させられている。シャイレーンドラ王女プラモーダワルダニーが、上述のように、中部ジャワのもう一つの権力である、サンジャヤ王党のピカタンと結婚したのは、パラル王朝への対抗策であったとも考えられる。シャイレーンドラは、この後、シュリービジャヤ王家と、隕石関係を、持ち兄弟化を目指したものの、コマタラム王国などのヒンドゥー勢力により、 ジャワより後退した。ジャワでは、大乗仏教が衰えて、再び芝信仰のヒンドゥ文化が、盛んになった。一方、9世紀半ばには、シャイレンドラは、シュリービジャヤと合法して11世紀の滅亡まで、スマトラ島は本拠地として、政治力と商業力で周囲に君臨した。南インドの長羅町の碑文にはその子孫がネーガバタム、二少女を建てたとあるが、 その後の歴史は不明である。シュリービジャヤ王国も、また仏教を保護し、インドのナーランダー総印とも深い関連を持っていたと、される。伝統的に、シャイレンドラ時代は8世紀から9世紀のジャワ島、中央部に置かれている。パナンカラン王からサマラトゥンガの機関である。最近の解釈では、 シャイレーンドラ家の時代はより長期にわたったとされ、7世紀中央から11世紀初頭の間だと考えられている。この期間、シャイレーンドラ王朝は中部ジャワとスマトラ島を支配した。シュリービジャヤ家との婚姻関係が結ばれ、二つの王家の血筋は混じり合った。シャイレーンドラは最終的にシュリービジャヤと中央ジャワのマタラムをも支配するに至った。 幾人かの鹿が、シャイレーエンドラ統治者の一覧と順番を復元してきたが、中には意見の一致を見ない部分がある。ボエチャリは、ソジョムルと秘文を用いて初期、シャイレーエンドラの応答の復元を試み、スラミット・マリアーナや、ボエバティアリーカなど、楽しい餌とは、マタラムのサンジャヤとシュリー・ビジャヤを、 チャリタ・パラヒアンガン写本を元に関連づけて、中高期の王刀の復元を試みている。王刀の復元は少なからず混乱しているが、それはシャイレーンドラが多くの王国、例えば、カリンガ、マタラムや後期シュリービジャヤを統治していたことにある。この結果、同じ名前の王が、しばしば重複して登場し、同時期に、これらの王国を統治している。 以下のリストにも疑問付きの部分が多いが、これは資料が欠けているためである。シャイレーンドラ長はどこからやってきたウェイバックマシン。ありがとうございます。